国税庁は今日、相続税や贈与税を計算する際の基準となる土地の価格、路線価を発表しました。道内の平均上昇率は全国で最も高くなっています。今年1月1日時点の道内の路線価の最高額は18年連続で札幌駅南口のステラプレイス前で、前の年より 8.4% 上昇し、1平方メートルあたり668万円となりました。また上昇率が最も高かったのは、駅周辺の再開発が進む札幌市厚別区の新札幌駅前通りで 14.3% の上昇です。再開発事業が進んでいるということと、新幹線が来るということですね。あと来るかどうか分からないけども、オリンピックの関係もあるとは思いますけども。上昇の主な要因は、新型コロナの5類移行による商業地の需要回復や、北海道新幹線の札幌延伸に向けた再開発などがあります。